いね、パス成功率は最も役に立たない統計だと思う。ケビン・デブライネ、パス成功率は最も役に立たない統計だと思う。横や後ろへのパス成功率は 96% だが、試合全体を通して危険にはならない。つまり、何もしていないということだ。何の意味があるんだ？彼は真実を話している。この点については KDD200 同意します。重要な事実プレイを前進させていない場合、パスの統計は意味がありません。だから彼はいつもボールを前に進めている。レジェンドだ。クロースにも同じことが言えるのか。これはトニ・クロースへの批判ですか？静かにして、KDD。トニ・クロースは翌15本の前進パスと10本のファイナルサードパスを成功させながら、95% のパス成功率を記録していた。試合のレベルが違う。もっと一般的なことを言っている。この統計では、クロースを優れた選手たらしめた要素と、平均的なスタッツ稼ぎのミッドフィルダーとの違いを区別できません。だからこそ、無意味なんです。ケビン・デブライネはサッカーをよく理解している。この統計がとても誤解を招くものであるといつも感じている。あのようなパスをするのは彼の役割ではないし、できないわけでもありません。彼がそのようにプレイしたいなら、誰よりもうまくできるでしょう。多くの場合、パスを失敗したりボールを失ったりする選手が批判されますが、彼らは危険を作り出しています。何度も挑戦し、相手を疲れさせます。彼の言うことは理にかなっている。私たちはテクノロジーと統計の世界にいるが、デブライネはトップ選手だ。デブライネに言われたらね、